皆さんこんにちは、レガテドリブル塾たくやです。今日はドリブル上達法というテーマで、僕なりのドリブル上達する秘訣っていうか、まあ、心得みたいなのを少しお話ししていきたいと思います。なんで今回このような動画を作ろうと思ったかというと、最近ありがたいことに本当に多くのメッセージをいただくことが多くなりました。主にドリブルが上手くなりたいとか、上達する秘訣を教えてくださいっていう質問形式のメッセージが多いんですけど、今回この動画で少しまとめてお話ししようと思います。今回のこの動画では自分が実際にやってきたこと、そのサッカー経験を踏まえた上でポイントにまとめて紹介します。これについてはシンプルです。とにかくまずはボールにたくさん触りましょう。どんな形でもいいです。リフティングするもよし、壁に向かってひたすらボールを蹴るのもよし、マーカーを使ってドリブルしてみるのもよし、とにかくたくさんたくさんボールに触って、キャプテン翼の翼くんみたいにボールと友達になりましょう。ここでボールを触るというのはチームの練習以外、つまり自主練です。僕も小学校の頃は週3日チームの練習だったんですけど、それ以外の日もしょっちゅうボールに触って遊んでました。僕がやってたのは家の近くの公園に行ってひたすら壁に向かってボール蹴ってたり、友達とリフティングで最高記録を競い合ったり、家の中でも室内用ボールを使ってドリブルして移動してみたり、中学になったら自分のお年玉でマーカーを買って本を参考にしながらドリブルの練習をしてみたりっていうのを本当によくやってました。たくさんボールには触ってたと思います。ここで大切なことは練習っていう感じじゃなくてボールで遊ぶこと、とにかく楽しみながらボールで遊んでください。それが結果的にドリブルの基礎につながります。ファーストタッチはサッカーの中でも最も大切な技術です。サッカーの試合の中ではダイレクトプレー以外はボールをしっかり止めることから全てが始まります。パスを出す時もそうだし、シュートを打つ時もそうです。もちろんドリブルもそうです。いいプレーはいいファーストタッチから。皆さんの好きなドリブラーは誰ですか？そしてこの動画を見た後にでも、その好きなドリブラーのプレーの映像をファーストタッチだけに集中して見てみてください。おそらくそのドリブラーはファーストタッチも超一流だと思います。大切なことは次のプレーにしっかりつなげられるように、しっかり思ったところにボールを止められるということです。ゴロのボール、ライナー性のボール、上から落ちてくるボール、いろんなボールがありますが、どんなボールが来たとしてもしっかり止めれるように練習しておきましょう。皆さんは自分の得意なドリブルスタイルを持ってますか？どんなことでもそうだと思うんですけど、自分の武器を持つっていうのは大切なことです。ドリブルという分野においてもいろんなドリブルがあります。巧みなフェイントを使うドリブルとか、緩急をうまく使って突破していくドリブル、圧倒的なスピードで突破していくドリブルとか、本当に様々です。そこでこれだけは誰にも負けないっていうドリブルスタイルを3つ以上身につけてみてください。なぜ3つなのか、じゃあもし仮に1つだけだとどうなるか。ドリブルがワンパターンになって相手ディフェンスに読まれやすくなります。2つでもまだ選択肢が少ない。じゃあもし自分の得意なドリブルスタイルが3つ以上になるとどうなるか。相手ディフェンスにとって予測しづらい選手になります。例えば僕の得意なドリブルのスタイルは、テクニックで相手を剥がすドリブル、シザースを織り交ぜて縦に突破していくドリブル、緩急をうまく使ったカットインドリブルの3つが自分の得意な形だと思って、常にこれに磨きをかけてます。もちろん僕も失敗したりボールを奪われたりすることもありますが、この3つの得意な形をうまく織り交ぜることによって、相手を一人かわして味方選手にスルーパスを出したり、縦突破からのクロスを入れたり、カットインからのシュートを打ったりと、プレーに幅が広がります。なので最低でも3つ自分の得意なドリブルスタイルを見つけて、そこに磨きをかけてみてください。皆さんが好きなドリブラーはって聞かれたら何て答えますか？メッシ、ネイマール、ロナウド、ムバッペ、アザール、まあ、少し前の選手だとロナウジーノとか、おそらくそのあたりの選手を思い浮かべるのではないでしょうか。もしあなたがドリブルが上手くなりたいと思うなら、そのドリブルが上手い選手のプレーの映像をたくさん見るようにしましょう。いいイメージを持つことは上達する上でもとても大切なことです。ポジティブなプレーのイメージを常に頭に入れておくことで、実際にいいイメージを持ってプレーできます。ドリブルは感覚的にプレーすることも多くなるため、ここぞという時のアイデアはいいイメージを持っておくことで生まれやすくもなります。今日からあなたのお気に入りのドリブラーのプレーを1日5分でもいいので見るようにしましょう。もしあなたが先ほど言った自分の好きなドリブラーのプレーを見てモチベーションが高まったら、さらに大切なことがあります。それは実際にやってみるということ。とりあえず何でもいいので真似をしてみてください。アウトプットが大切です。
好きな選手のプレーを見て自分の頭の中にいいプレーのイメージをインプットしたなら、今度はそれを実際に自分がやってみてどんどんアウトプットしていきます。具体的にどうやるかっていうと、僕が実際にやってたのは、子供の頃ロナウジーニョがめちゃくちゃ大好きで、ロナウジーニョのプレーの映像とかを見てドリブルのテクニックとかフェイントとかを近くの公園とかでひたすら真似して練習してました。よく僕が聞かれることが多いのが、どうしたらそんなにキレよくドリブルできるんですかっていうような質問を多くいただくんですけど、もちろん僕自身はそう思ってないんですが、ただ一つ言えるのは、好きな選手の真似をめちゃくちゃやってたからだと思います。ドリブラーって基本的に体もキレキレですよね。でその選手のテクニックとかフェイントを完コピしようとしたら、最初は多分ほとんどの人ができないと思います。僕も今でもそうなんですけど、毎回新しいテクニックにチャレンジするたびに最初はできないです。でもできなかったら普通はどうしますか？もし本当にそれをやりたければどうしたらできるかっていうのを考えますよね。研究すると思います。軸足はここで動かすんだなとか、タッチの次の瞬間には体重移動してるなとか、その選手のように早くやろうとするといろんなことに気づくはずです。ロナウジーニョのテクニックもそうなんですけど、ロナウジーニョのテクニックもめちゃくちゃ早く体を動かさないとできないテクニックフェイントが多いので、体のキレも自然に高まっていくんですよ。で自分でそうやって研究して試行錯誤を繰り返して定着した技術っていうのは本物になります。なので好きなドリブラーの完コピをまずはやってみましょう。ドリブルテクニックの技術をある程度習得したなら、今度はそれを1対1とかで実際に使ってみます。これもアウトプットの一つです。1対1を実際にやってみると、今度は間合いとかタイミングも重要っていうことに気づくと思います。こればかりは何度も何度も実践してみないとわからない部分です。最初は今日はこのテクニックとかフェイントを3つやろうとかって決めてみるのも一つの方法だと思います。体が勝手に反応してくるのはその後です。まずは1対1をやる前に、今日はこんなことをやってみようというふうにいいイメージを持って実際にやってみて、成功体験をどんどん積み重ねてください。間合いとは相手と自分との距離のことです。そして自分の得意な間合いっていうのは本当に人それぞれです。例えば足が速い選手なら、ある程度相手と距離があったとしても縦に突破していけますよね。ムバッペとかがそのいい例だと思います。逆に僕もそうなんですけど、スピードにあまり自信がない選手、そういった選手は相手との間合いをギリギリまで詰めて相手に足を出させてかわしに行ったり、自分がうまく駆け引きできる間合いで勝負したりと工夫が必要になります。ちなみに僕はレアルマドリードのイスコのドリブルを参考にしてます。自分の間合いを知ることで自分の土俵で戦うことができます。最後に伝えたい大切なことは、自信を持つということです。ボールを持ったら自分が一番上手いと思ってボールを持ってください。プレーをする上で、ドリブルをする上で自信を持つということは本当に大切なことです。自信がない選手っていうのは、相手ディフェンスから見ても簡単にボールを奪えそうな雰囲気が出てしまってたり、逆に堂々とプレーしてる選手は相手ディフェンスにも迷いを与えます。ネイマールなんかもそうですよね。めちゃくちゃ自信満々にボールを持ちます。取れるもんなら取ってみろぐらいの強い気持ちを持ってください。ここで大切なのは、思い込みでもいいということです。ポジティブな思い込みはプレーにも落ち着きをも生み出します。試合中は一番自分が上手いと思ってプレーしてください。以上では、コメント欄にて質問を受け付けてます。僕が実際に皆さんの質問を読んで、またこんな感じで動画にしていけたらと思ってるので、どしどしコメントください。またこんな感じで皆さんの役に立つようなサッカー系の動画をどんどん配信していこうと思ってるので、ぜひ今のうちにチャンネル登録してください。またもし今日の動画がいいと思っていただけたら、ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。友達にもぜひシェアしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.